フェルナンド西王子の紋章。モットーは、レ・ビアン・ミリ・プレイであった。フェルナンド西王子は、ポルトガル王国、アビス王朝の人物。国王ジョアン・一世と王妃、フィリパの間の第六王子である。ドゥアルテ・一世エンリケ公会王子の実定。カトリック教会の副社。フェルナンドは敬虔なカトリック教徒で、不王により、 若くして、アビスキ師団の総長に任命された。1437年、フェルナンドは兄たちと共に、北アフリカへの遠征に参加したが、その途上ムーア人にらわれ、人質となる。フェズ王国のスルタンは、フェルナンドの身柄と引き換えに、1415年に、ポルトガルが奪った、セウタの返還を要求した。フェルナンドは重要な拠点と自分の交換を拒否し、 監禁の身に耐えることを決心する。ポルトガルの議会も、また彼の解放を諦め、エンリケ王子に、フェルナンドの救出を断念するよう通告した。1443年、フェズで死去した。1470年、カトリック教会により、劣服された。1471年に、フェルナンドの遺体は、王家の墓である、バターリャ修道院に移された。 祖国のために犠牲となったフェルマンドは聖王子の名で親しまれている。ありがとうございます。